阪神甲子園球場です。阪神タイガース対中日ドラゴンズ4回戦の模様をお送りしてまいります。タイガースの先発はエースの秋山、対するドラゴンズの先発は右の柳。この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の秋山、マウンドに上がりました。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは岡林。背番号60、はい、第9、投げました、外れた、ボール。第2球投げました、フォーカーストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、あっと取れない。岡林、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9投げた、ボール。第2球投げた、バントしました、三塁線転がした、サードから一塁送球、あっと送球それた、記録はサードのエラー、サードのエラーです。ランナー2人を置いて迎えるバッターはビシエド。タイガース、いきなりピンチを迎えています。第9投げた、ストレートはストライク。初球ストライクから、第2球アウトロー、フォークは外れてボール。投球はこれから3球目、アウトサイド空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打ちました、レフト線ぐっと打球が上がっていきますが、ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。第9見送ってボール。第2球投げました、まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げました、打ちました、セカンド正面、中野掴んだ、二塁セーフ、記録はフィルダースチョイス、一塁セーフ。先ほどのプレーです。満塁のピンチで迎えるバッターは細川。背番号0。第9投げました、ボール。サードランナーちらっと見た。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げた、内角際どい球、ボール。サード牽制、三塁タッチはセーフ。投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、ドラゴンズまずは1点先制。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。バッターは6番、木下。第9投げた、初球打ってきた、ボールはライナーで掴みました、タッチアップからホームへ向かう、三塁ランナーホームイン、ドラゴンズさらに1点追加、2対0。さあ、リプレイです。さあ、追加点を与えたくない場面でバッターは堂上。第9変化球、アウトコースへ外れてボール。投げた、落とした、空振り。第3球を投げた、ボール。第4球を投げました、見送ってストライク。次は5球目、ボール。第6球をランナー自動的にスタート、低めのボール引っ掛けた、フラフラっと上がった、ショート落下点、取ってこれで3アウトチェンジ。1回の表が終わって2対0、タイガース先制点を奪われています。右の柳、マウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。
1回の裏2点を追いかけます。タイガースの攻撃、トップバッターは近本。第1球打ちました。ファウルボール。第2球投げました。ボール。第3球は流し打ち、どうだ。高橋うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番中野。第9球カットボールはボール。まずはアウトコース高め。第2球打ちました。痛烈、伸びた、伸びていった、入った、入った、ギリギリいきました。今シーズン第3号ソロホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ。今チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右バッターボックスには大山。第9球投げました。押っつけて打つ、スタンドに入りました。ファール。さあ次の投球投げました。ボール。第3球打ちました。第4球投げました。打った、打球はセカンド後方、セカンド落下点、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは4番佐藤。第1球投げた、初球はカットボール、空振り、思い切って振っていきました。第2球ボール。第3球サードチェンジはボール。第4球を投げた、4球目空振り。さあ投球は5球目、投げた、ボール。第6球を投げた、打ちました。ファースト正面、ビシエドボールを掴んだ、一塁へ送る。柳取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1回が終了しまして2対1タイガース、この回1点を返しました。2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは高橋。投げた、初球を打ちました。レフト落下点に入りました。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー柳。第1球投げました、打ちました。佐藤取った、一塁送球、アウトです。一塁はアウト。これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って岡林。今日早くも2回目のバッターボックス、投げました、打った、ファール。さあ次の投球投げました、ボール。第3球を投げました、外れた、ボール。投球これから4球目、見送ってボール。さあ投球は5球目、投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。岡林いいバッティングを見せました。バッターは2番福永、これが2度目のバッターボックス。第2球投げた、またも空振り。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目、ナックルカーブ見送ってボール。次は5球目、投げた、打ちました、スリーアウトチェンジ。バストランナーが2回の表が終わって2対1です。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはノイジー。投げた、縦のスライダーは決まってストライク。第2球内角、外れてボール。第3球を
投げた、ボール。第4球を投げました、流し打ち、抜けた。ノイジーナイスバッティングです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。第1球初球を打った、これはゲッツーコースか、ショートから一塁送球、アウト。タイガース同点のチャンスを迎えます。背番号38。第1球投げました、初球はストライク、まずは見送りました。1球目ストライクからインサイドストライク、バッター追い込まれました。投球は3球目、ボール。さあ4球目、内角高め、空振り三振。右バッターボックスは8番梅野。背番号2。第1球投げました、外をストライク、まずは見送りました。初球ストライクから第2球ボール。第3球を投げました、カットボールはボール。第4球を投げました、打った、ライトの右にボールが上がっている、取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。二塁ランナーノイジー残塁に終わりました。2回の裏が終わりまして2対1です。ドラゴンズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ビシエド、第1打席はファールフライに倒れています。第2球投げた、ナックルカーブ、空振り。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、打ちました、ファースト前方のフライになりました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番アキーノ、投げた、決まってストライク。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、打った、ファールボール。第4球を投げました、外角、ボール。第5球投げました、打った、流し打ち、ファール。第6球を投げました、打ちました、ファール。タイガースここは引っ張りに警戒します。投げました、アウトサイド直球はボール。第8球を投げました、打ったいい当たりだ、ピッチャー返し、破った、アキーノいいバッティングを見せました、今シーズン1本目のヒットが出ました。第2球ボール。第3球を投げた、外角球、空振り。さあ4球目外れた、ボール。投げた、ストライク。第6球を投げた、低めいっぱい、見逃し三振。右バッターボックスは木下、今日2度目のバッターボックス、ボール。投球これから2球目、2球目ストライク。第3球を投げた、インコース高め、空振り、追い込んでいます。次は4球目、投げた、打ちました、鈍いゴロ、佐藤掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。ドラゴンズファーストランナー残塁、3回の表が終わって2対1です。タイガースこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー秋山、投げました、ボール。さあ次の投球、投げました、打ちました、ボールはレフトへ飛んでいきました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って近本、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球打ち引っ張った、1・2塁間ライナー破っていった、近本
一塁回って二塁へ、ランナー一気に三塁も狙う、三塁タッチセーフ、近本スリーベースヒットを放ちました。タイガース同点のチャンスを迎えます。先ほどホームランを放った中野、タイガース最低でも外野フライが欲しい局面です。第2球打った、三塁ランナーホームに帰ってくる、タイガース同点2対2、中野タイムリーヒット、今日これで2打数の2安打。バッターは3番大山、第1打席はセカンドフライに倒れています。第9投げました、ストライク。一塁へ一つ蹴りました。第2球中野スタート、外れた、キャッチャー二塁、これは楽々セーフ、盗塁成功です。中野今シーズン11個目の盗塁を決めています。投げました、打った、痛烈な当たり、レフト取りました、ランナー二塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げました、初球決まってストライク。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、3球目空振り。第4球を投げた、低めボール抜けました。第5球投げた、ストレートはボール。第6球を投げた、打った、打球は三遊間へ、破った、レフトバックホーム、佐藤ナイスバッティングです。タイガースなおもチャンスが続きます。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、投げた、見送ってストライク。第2球ランナースタート、ボールを二塁へ送った、二塁はセーフ、ランナーが二塁に進んでいます。流し打ち、どうだ、ライト線にボールが飛んでいきます、ファール。第4球を投げました、流し打ち、ファーストこれは守備範囲内、柳取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。3回の裏が終わりまして2対2、タイガースこの回1点返して同点としています。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは堂上、第1打席はショートフライに倒れています。打ちました、これはいい当たり、入れば勝ち越しだ、さらに伸びていく、右中間深いところをつかみました。バッターは8番高橋、第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、打ちました、第2球投げました、アウトコース低め、外れてボール。第3球を投げました、見送ってボール。次は4球目、投げました、ナックルカバーストライク。第5球投げた、打ちました、投げた、カットボールはボール。次が7球目、投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、高橋いいバッティングを見せました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターはピッチャー柳、第9投げた、初球から送ってきました、三塁線点々としている、アウト、ランナー二塁に進みました。タイガースピンチを迎えます。第9投げた、ボール。投球これから2球目、外の球空振り。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、決まった、ストライク。さあ5球目、打ちました、第6球を投げました、打ちました、内野ゴロ、
ショートこれは守備範囲内アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。秋山ツーアウト2塁のピンチでしたがここは0点に抑えました。4回の表が終わって2対2です。4回の裏これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは島田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球空振りから投げました、打ったファールボール、追い込んで第3球を投げました、変化球はアウトローへボール。第4球はチェンジはボール。次は5球目ボール、次は6球目投げた、サークルチェンジ、空振り三振。左バッターボックスは7番小畑、第9球投げた、変化球に送ってストライク。第2球打ちました、ライト線グーッと打球が上がってきますが掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは8番梅野、第1打席はライトフライに倒れています。投げた、インロー外れてボール。第2球投げた、打ちました、福永ボールを掴んだ、一塁へ送るアウト、スリーアウトチェンジ。タイガース結局この回3人で攻撃が終わっています。4回までが終了しまして2対2です。ドラゴンズこの回は2番からの好打順、先頭バッターは福永、第9決まってストライク。1球目空振りから第2球投げた、ボール。第3球を投げました、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球は低め、カットボール外れてボール。投げました、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。次が6球目投げました、ボール。第7球を投げました、打った、三遊間へのゴロ、佐藤取った、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番ビシエド、今日はファールフライとファーストフライ。第9初球から打ってった、セカンドの左、一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。バッターは4番アキーノ、これが3度目のバッターボックス。打ちました、初球打ち、右中間へのフライ、ライト取ってアウト、スリーアウトチェンジ。秋山この回きっちりと3人で抑えています。5回の表が終わって2対2です。ピンチヒッターは森下、第9投げました、ストレートはボール、まずはインコース。第2球投げた、高め、ボール。第3球を投げた、ボール、低め。第4球を投げた、ストライク。第5球投げた、打ちました、いい当たり、ドローメ、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第9球打ちました、投球は3球目投げました、外角低め、ボール。第4球は打ちました、左中間へのフライですが取りました、これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは2番中野、今日2打点を挙げています。初球打ちました、三遊間の打球、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。タイガース三者凡退に倒れました。5回の裏が終わりまして2対2です。秋山降板、左の岩崎、これが24試合目の登板。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9投げました、1球目ストレート空振り。
第2球投げました。ボール。第3球を投げました。ストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。引っ張った。レフトの左、ファール。投球これから5球目。打った。ファールボール。第6球を投げた。外れた。ボール。さあ7球目、低め。スラーブ外れて。ボール。第8球を投げた。高め。ボール球打った。中野ボールを取り一塁へ送る。アウト。細川いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。サークルチェンジャー。ボール。まずはアウトロー。投球これから2球目。ストレート決まってストライク。第3球を投げた。見送ってストライク。第4球を投げた。スラーブはボール。第5球投げた。ストレートはボール。第6球を投げました。外れました。フォアボールです。フルカウントから結局フォアボールです。変化球ストライク。インハイへ。第2球投げました。見送ってボール。投球は3球目。投げました。インコース。外れてボール。第4球を投げました。打ちました。抜いていった。中継。どの上ナイスバッティングです。タイガースピンチを迎えます。今日は安打を放っていますバッターの高橋。タイガース一打負け越しのピンチを迎えています。初球空振りから第2球。このボールも空振り。投球は3球目。投げました。外角高め。サークルチェンジ外れてボール。さあ4球目。見送ってボール。第5球投げた。打ちました。第6球を投げた。ボール。第7球を投げた。ストレート。見送ってフォアボール。これで満塁です。岩崎降板。ここでマウンドに上がったのは浜地。一打負け越しのピンチで登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第2球ストライク。第3球を投げた。一つ外してボール。第4球を投げた。見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日2本のヒットを放っている岡林。投げました。直球低めボール。第2球投げました。決まってストライク。第3球縦のカーブは空振り。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。打った。切れていきます。ファール。第5球投げました。これは引っ掛けた。フラフラっと上がった。掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。タイガース、この回ワンアウト満塁のピンチでしたが後続はきっちり抑えました。6回の表が終わって2対2です。タイガース、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番大山。今日はセカンドフライとレフトフライ。カットボール見送ってストライク。第2球打った。高橋掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番佐藤。第9球ボール。投げました。ストライク。第3球ボール。次は4球目。投げた。打ちました。第5球投げた。アウトの直球はボール。第6球を投げた。打ちました。センター前進。
掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番ノイジー。第9球もう、さあ次の投球、投げた、2球目ストライク。第3球を投げた、打ちました。一、二塁間のゴロ、福永ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。タイガースクリーンナップを三者凡退で抑えられてしまいました。中盤まで終了しまして2対2です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは福永、投げました、ストライク。少し迷ったか。投球これから2球目、打ちました、レフトへのフライになった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番ビシエド。第9球投げました、直球ストライク、インハイへ。第2球投げました、ボール。第3球アウトローを見送ってストライク、追い込んでいます。投球これから4球目、外れた、ボール。投球これから5球目、見送ってボール。投げました、打った、センター落下点に入りました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは4番アキーノ、今日4度目のバッターボックス。投げました、ボール。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、打った、ファールボール。追い込んでから第4球を投げた、打ちました。第5球投げた、打ちました、投げた、打った、流し打ち、破った。アキーノいいバッティングを見せました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。浜地コーバーの場はカリキラー、これが8試合目の登板。今日は頼もしいピッチングを見せて、ドラゴンズダイソーを送ります。高松一塁に入りました。バッターは5番細川、これが4度目のバッターボックス。キャッチャー二塁へ送球、盗塁を許します。高松今シーズン初盗塁を決めました。先ほどのプレーです。タイガース外野は浅めの守備を取ります。第3球を投げました、空振り。次が4球目、投げました、打ちました。打球はレフトの左へ、レフト交代、ヒットになります。中継タイガース、ここで勝ち越されました、3対2。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。ドラゴンズダイソー投入です。後藤二塁に入りました。バッターは6番木下。第9球投げました、低め際どい、ボール。第2球投げました、打ったに当たりだ、左中間へ持っていきましたが、センターバック取って、これで3アウトチェンジ。タイガースファンの思いが詰まったカラフルなジェット風船がたくさん舞い上がりました。代打は原口。第9球投げました、外れた、ボール。さあ次の投球、投げた、打ちました、左中間のフライ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番小畑、今日は三振とライトフライ。投げた、ストライク、タイミング合いません。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、4球目空振り。
追い込んで投げました。インロー際どい球ボール。第6球を投げました。カットボール、空振り三振。高めの変化球にやられました。右バッターボックスは8番梅野、今日はライトフライとセカンドゴロ。投げました。初球空振り、バットが空を切りました。第2球投げました。ボール、投げました。ストライク、バッター追い込まれました。さあ4球目打った。第5球投げた。ストレートはもう、さあ6球目投げた。外、空振り三振。ボール球に手が出てしまいました。タイガース三者凡退のイニングが続いています。7回までが終了しまして3対2で、8回の表これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは堂上、今日はここまで3打数1安打。投げた、高め、パワーカーブ外れてボール。投球はこれから3球目、おっとこれ当たった、デッドボール。左バッターボックスは高橋、今日4度目のバッターボックス。投げた、あーっとショーフライになった、取った、一塁送球アウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。背番号58。第1球投げた、見送ってボール。第2球投げました、流し打ち、どうだ、ファール。第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、あっと抜けた、センターバックホーム、石橋ナイスバッティングです。タイガースなおもピンチが続きます。カイル・ケラー降板、マウンド上ピッチャーは湯浅、厳しい場面での登板です。ドラゴンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ、タッチはアウト、これでツーアウト。タイガースなおもピンチが続きます。さあリプレイです。ランナー2人を置いて迎えるバッターは福永、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、ボール。次が4球目投げました、インコースのボール右へ、取りました、これで3アウト。タイガースこの回ワンアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。8回の表が終わって3対2で、柳降板、マウンドに上がったのはロドリゲス、今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。第1球直球ストライク、いきなり157キロ。1球目空振りから投げた、アウトロー、ボール。第3球を投げた、打ちました、引っ掛けた、ピュッと掴みました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って近本。第1球投げた、インコース低め、ボール。第2球投げた、外れた、ボール。第3球を投げた、空振り。次は4球目投げました、4球目ストライク。次は5球目ボール。第6球を投げました、流し打ち、レフトの左、レフト下がった、落ちました、ヒット、中継、近本ツーベースヒット、タイガース同点のチャンスを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ランナーを置いて中野、ここまで全打点を叩き出しています。第2球投げました、スライダーボール、アウトコース低め。第3球を投げました、ボール。次は4球目投げました、
打った三遊間のゴロ。どの上取った一塁へ送る。一塁アウト。これはアウトです。第9投げた高めストライク。思い切って振っていきました。第2球打ちました。高橋余裕があります。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。二塁ランナー近本残塁に終わりました。8回までが終了しまして3対2です。湯浅降板。マウンド上ピッチャーは切れ味抜群の変化球投手青柳。最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。見送ってボール。第2球投げた低め外れてボール。第3球打ちました。鈍いゴロ。大山ボールを取る。大山一塁ベースを踏んでアウト。これでワンアウトランナーはありません。先ほどからダイソーで途中出場していますバッターの高松。第9球外外れてボール。第2球投げたボール。第3球を投げた。スライダー空振り。第4球はボール。さあ5球目打った流し打ち。アウト。これでツーアウトランナーありません。先ほどダイソーに起用されましたバッターの後藤。第9投げた打ちました。ファール。1球目ファールから投げました。2球目空振り。これで追い込みました。第3球を投げました。1球外したボール。第4球を投げました。低め空振り三振。最後はキレのある変化球。青柳見事クリーンナップを抑え切りました。9回の表が終わって3対2です。ロドリゲス降板。そしてマウンド上はクローザーマルティネス。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。通算100セーブまであと3つとしています。投げました。初球スプリット空振り。バットが空を切りました。第2球投げました。内角低めボール。第3球を投げた。リーハイ空振り。バッター追い込まれました。さあ4球目ボール低め。投球これから5球目。おっとすっぽ抜け。さあ6球目投げた。おっとデッドボール。これはデッドボール。投げた決まってストライク。いきなり158キロ。1球目ストライクからナックルカーブ見送ってボール。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。投げた打った。さあゲッツーになるか。二塁へ送る。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。ここは意地を見せてほしい。第9投げたボール。第2球投げました。外れたボール。第3球を投げました。見送ってボール。さあ4球目インロー空振り。伸びのあるストレート。次は5球目打ちました。ビシエド掴んだ。ビシエド自らベースを踏んで3アウト。試合終了です。タイガース1点差に届かず敗れました。さて今日のヒーローは勝利投手。タイガース1点差で敗れました。勝利投手は柳、敗戦投手は浜地、そして西武はマルティネス。タイガース残念ながらあと1本が出ませんでした。次は奮起してくれることに期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。